ノイジーとミエセスの運命の分かれ道。運命決まってくる。ここ大事やで。二軍降格させると自分で外れ認めたことになるのがプライドに関わるのかね。外れ外人意地で使い続ける方がよほど自身の名誉に傷つけてるって誰か教えてあげればいいのに。阪神、ノイジーが一軍昇格、ミエセスが二軍落ちへ。これは予想通り。昨日トヨタタコってたらトヨタ落ちてたんやろな。レフトノイジー確定。DH はさすがに今日はトヨタやろと思うけど。それやったら今度は右京の冷却が始まるな。三重降格は当たり前だがノイジー上げる必要ねえよな。ノイジーが受けそうなのは和田とかヤクルト石川で左でも150以上出るもイネロじゃないしな。DH 勢いあるトヨタにしてくれるならミエセスよりはマシかもしれんけどね。仮にノイジーがソフトバンク戦でノーヒットでも岡田がノイジーを降格させることはもうないだろうからトヨタは交流戦までだろうな。